の本拠地で始球式を行っております。名古屋ドームではかつても経験されたことありますが、目標は110キロということです。さあ何キロをマークするでしょうか。注目の1球です。あっと力んでしまいました。58キロ。いやーこれはもうご本人として。ではまずは1回の表、先攻のカープのスターティングオーダーご紹介してまいります。1番ショート田中、2番セカンド菊池、3番センター丸、4番にはライト鈴木です。そして5番レフトエルドレッド、6番ファースト3試合ぶりのスタメン新井です。7番には今日は右、左ピッチャーというところでサード無상이었죠ロマンいったん춘리が현실화が됐습니다。おーで、ね、다리찍기あーでよ、ね、저렇게간단하게다리를찍고、ね、운동화끈을묶는군요。저신발은왜이렇게자주풀리는거죠。오뒤쪽까지성소양의유연성을보일수있었고또심사위아저씨들두분은일어나셨어요。아네오아보내줍니다。네자투구판받고오성소시구지어아네대단했습니다。스포츠네はい。まあ日本でもいろんな始球式がありますけども、ここは今あれどえ後ろあのショートに投げましたけど。あまあ、これは単なる間違ったんですね。そうですね、間違いですね。キャッチボールをやろうとしてたわけじゃないですね。いや多分始球式を投げる方向を間違えたんじゃないでしょうかね。間違えた。あこれはそうですね、はい。